ついにっすね。ついにアメリカやね。実感ある？まだない。ないよね。全然ない。マジでないわ。じゃあちょっと俺も、じゃあ今回はね、ヒロトさんといきます。皆さんこんにちは、ヒロトです。最後はね、楽しんでいこうか。いろんな映像を撮ってくるんで楽しみにしててください。まあとりあえずね、頑張ろうか。まだ実感ないけど、まあだってもう10時間後にはアメリカやからね。そうやね。頑張りましょう。楽しみ。じゃあ行ってきます。レッツゴー。 Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with a bright red hair. Now she stands high from all the rest. You'd know her anywhere. Where she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. やばいな。サイトシーイング&サーフィンプラクティスでも通したもん。それ以外絶対言わんかった。俺もサイトシーイングオンリーだもん。他言い出したら結構さ、やばいから。よかったよ、補欠放るよな。とりあえず入国できて、よかったっす。楽しもうか。行きましょう。行きましょう。レッツゴー。やばくね、ニューボード。超熱い。超熱くね。今から貼っていきますよ。あれ、1枚残った。これ板なんやっけ。これはね、トゥーハッピーやね。トゥーハッピー。これトゥーハッピー。アルメリックのトゥーハッピー。そう。トゥーハッピーって結構最近出たモデルだよね。そうやね。なんかトゥーハッピーの中でも、確かなんか、まあ表記は一緒みたいなんやけど、なんかいろいろあるみたいで。うん、パーカー・コビンの、トゥーハッピーとリーフ・ヘイゼルウッドのトゥーハッピーがあるみたいで、確かリーフのやつの方がなんて言ってたっけ、リーフの方が軽いんやったっけ、リーフの方が幅狭いんやったっけ、なんかそんなんがあるみたいで、あとはね DFR と DFR 上が DFR で真ん中フィーバーで、うん、下何やったっけ、それ下フィーバーのスパインテックやね。 DFR 見たいっすか。見たい見たい見たい。まだ見てない。これがよいしょ。これが DFR ね。これが DFR。 これ DFR 調子いいよ。これ俺昔からずっと乗ってるやつ。おお、これいいね。ベスト前からの結構お気に入りのボード。そう、もうずっとやね。なるほど。チャンネルアイランドって言ったら俺オーダーするのこれかな。おお、で次にフィーバー。フィーバーこれ初。一回も乗ったことなくて、うん、まあトゥーハッピーもないけど、うん、これ乗ったことないね。でも調子良さそう。わあ、いいね。で結構みんないいって言うからちょっと一回オーダーしてみようかなと思って。で割とこれもこのスパインテックっていうのはあのコナミでも乗れるように作ったんやけど、うんうん、ありがたいことに全然作りが違うから、うんうん、多分調整してくれてると思う。こっちコナミにエッジもすげえ前から立ってるし、こっちの方がシングルコンケーブ、どっちもシングルなんやけど、こっちのシングルの方が浅い。なるほど。からコナミは走るね。じゃあほんと楽しみだね、これから。そうやね。だからコナミ用にまあ作ったやつは作ったけど、うん、でも意外と持った感じね、いけそう。もうちょっと上のサイズもまあ胸ぐらいまでやったら、うん、いけそうな感じで、まあ幅出してるからまあコナミがまあベストなんやろうけど、いいんじゃないかな結構。まあ、DFR はでも絶対いいから。そう。でも、これが超楽しみ。これメイン、今回のちょっと目玉。フィーバー。フィーバーちゃん間違えた。何やったっけ？トゥーハッピー。トゥーハッピー。トゥーハッピー。俺もトゥーハッピー。っていう感じでね、ちょっとステッカー貼ってこうかな。拾ってきにどれが調子そう？俺は、うん、トゥーハッピーの、うん、の、彼も言ってたけど、レーンの映像で、あー、あれね、俺が毎日見てるやつや。そう、めちゃめちゃ調子良さそうだから。いいよね。ちょっと早くこれ乗ってる動画、あの帰りの動画を見たい。あっさっThe best in me.
since I was a child. Now it's showing its ugly face. What can I do? Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets, abandons me when nights die out. What can I do? What can I do?結構やったよ。朝4時間ぐらいやったっしょ。
4時間と1時間半ぐらい今。いや、夕方も2時間ぐらいやった。2時間ぐらいやったか。なんかこっちおったら時間の流れがね、マジで早い、いい意味で。ちょ、結構考えてやるからマジ早かったって感じっすね。いや、板もいいし。でもなんか DFR、 あ、そういえば DFR 朝な、やばかったね。フィンカップが陥没したから超やばくない？マジやばい、あれは。めっちゃ言う。え？めっちゃ言う。なあ、やばい。今日は帰ろ。明日もう一本の板あるから試そっかな。明日の試合モードの。フィーバーやな、明日は。フィーバーです。フィーバーっしょ。トゥーハッピーは、とりあえずは。まあ、トゥーハッピー、まあ、とりあえずノーハッピーやったわ。おい。いや、悪くなかった。やけど、なんか感覚がさ、全然違うから。DFR とかやったらさ、結構フロントフットでがっつり押さえれるから、結構そういうのずっと乗ってたから好きやねんけど、 JS 乗り出してちょっと後ろの、あの足でやるようになって、で今日最初 DFR 乗ってからやから、なんかもうか体がもう分からへんかった。全然ごちゃごちゃなってた。まあとりあえず DFR は今負傷中やから。トゥーアッピーとフィーバーやね。とりあえずあれや、あのチャンネルの工場に出したから DFR 多分1週間ぐらいちゃうかな、帰ってくるまで。1週間ぐらいで帰ってくると思うから、帰ってき次第かな。今ね、こっちの板をどんどん。そうやね。まあ、何今日難しい感じやったから、ハッピーとあれフィーバーはもうちょっとロングウォールの波で試したいね。シーストリートとか、そうやね、そっち系で試したら超キレくない？これは俺オッケー。